動画をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。大学院合格請負人の藤本健一です。さあ、今回も藤本の格論をお届けをしてまいります。今回もですね、ライターの澤田氏誠さんにお越しいただきました。今回もありがとうございます。ということで、2人が揃ったということで本の紹介です。今日紹介する本はこちらです。はい、ケアの倫理とエンパワーメント、小川君雄さんの作品でございます。はい、これはですね、紀伊国屋人文大賞というですね、紀伊国屋書店が選ぶ人文学において、貢献のある賞、本を紹介するというランキングがありますと。それの2020位で、2020年場でなんと10位だと。ここにラインナップされるってすごいですよね。で、この小川君雄さんの本、これは文学研究者で、なおかつですね、クイア理論、要はLGBT とか今最近言われていますけれども、ああいったですね、セクシャルマイノリティという人たちに対しての注目した文学の理論があるんですけれども、そういったものに対しての研究をやっている視点からケアというものを見ていくと、そういった本ですね。これケアというのは本質的にはですね、不可能性があるんじゃないかみたいな本だと思うんですよね。ここの中だと、例えば文学に出てくる両性具有、つまり男でもあり女でもあるような、そういった主体が出てくる小説、例えばオスカー・ワイルドであるとか、あるいはですね、バージニアウルス、オーランド、はい、あと平野啓一郎さん、ああ、そうですよ、ね、はい、そういった両性具有者が出てくるモデルを使いながら、例えばケアというものは今まで女性の分野と言われていて、男性が外で働くと。でもそうじゃなくて、ケアというのは例えばどの性もやっぱり担うべき存在であると。でなおかつ弱者に対する眼差しが必要なのがケアだと。ただそういったものの両立不可能性というか、つまり資本主義社会においてお金を稼いでくると。でなおかつその状態で自分というものを持つと。でなおかつ誰かをケアすると、そういったもののある意味両立不可能性っていうのが、ここの両性具有者のメタファーから出ているんじゃないかなというふうに私は読み取ったというところですね。何かというと、これは今まで女性がケアをする対象だみたいなのずっと来てたわけですけれども、それっていうのはやっぱ女性がだからいいとかじゃなくて、女性にも負担があったと。でなおかつそのケアの主体が一つの性だけにある状態ってやっぱフェアではないよねと。っていうのをなんか文学理論を引きながら小難しく言ってるもんなんじゃないかなと思ったんですけど。確かに非常に、ケアの倫理とエンパワーメントって、ほとんど実は立脚してる理論がほとんど文学っていうところがある、だからケアというその倫理学を求めて読む人は文学の話ばっかりじゃないかっていうような、そういうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないですね。そうです、八百屋に行って魚くださいっていうようなもんだというのはよくわかるんですけどなんか私はどちらかというと看護とか医療とか、そういう本なんだと思っているんですよ。で文学理論からだから引っ張ってくるっていうので、大変文学的にはすごいいい仕事だなという、そういうふうに読めたら極めて、高水準の仕事だと思います。そうですね。ただこれをですね、ケアの従事者が読んですごい学びを得られるかっていうと、ちょっと違う部分あるかもしれないですね。参考にはなります。私もだからこれ読んでは、だからケアの不可能性というか、ケアを行うためには例えばですね、自己犠牲だけではダメだっていうのが多分ここで一つ言える話だと思うんですよね。ここで出てくる話として、バージニアウルフの例を引きながら、バージニアウルフ、これは女性で、20世紀の、女性の文学者 で、ある意味その時代において女性がですね、一人で文学で生計を立てるという難しさ、だからそれは女性が一人でいられる空間で、なおかつ経済的な自立ができるということ、この2つが非常に実現難しい課題として出てきたと。ただこれは20世紀初頭のイギリスだからとかではなくて、今実は自分一人の空間を持って経済的自立を持つって、これ結構難しくないですか？簡単だよね。そうですよね。例えば大学生って仕送りに頼ってる時点でこれ自立してないんですよね。で例えば自分の家があってっていうところって、実はそんなに日本では上の方じゃないとできない話なんじゃないかなみたいな。当たり前ですけど、例えば生活ギリギリだと、例えば自分一人の部屋を持って経済的自立を持ってみたいなことって意外と難しくないですか？今のこの時代はね、あんまり。って考えると、ケアの不可能性というか、自立の不可能性を言っているのではないかなと。だからこそお互いを支え合いましょうと。でそれは例えば男性だから女性だからではなくて、ある意味そういう性的な差異を超えて、お互いが関わっていく必要があるし、でなおかつ片方に押し付ければいいというものではない。ないですね。はい。ただそれを完璧にこなすということは、ある意味両性具有的なもの、つまり、実際両性具有の人いるんで、メタファーという言い方になりますけれども、ある意味それの存在不可能性というか、成り立ちにくさというか、そういったものを文学理論を使って言っているのではないかと。
っていう感じで思いました。澤、はい、田さん、いかがでしょうか。本当にだと思いますよね。ケアっていうのは市場の理論に乗っ取ってしまってるっていうところからの、うんうん、なんていうかな、まあ、自助公助、自助共助公助っていう話がありますけど、はいはい、まあ、そういうところによって、まあ、ケアってもの自体がなんか資本主義の理論に持ってやってしまうと、うんうん、やっぱり本当の弱者に届かないってことが起こるわけですよね、うんうん、だから誰がケアするのかって問題がすごい、どこをケアするのかとかね、そういうもっとマクロの視点で考えるとなかなか難しいと問題がすごい生じてるわけですよね。そうですね、その部分は、まあ、特にセアロガイおじさんの YouTuber の言葉を引用されてますよね。70ページ、はい、菅首相が自助、共助、公助といったことに対して、お前らやるのは共助だけやろ、あんたらの仕事は公助することや自助を呼びかけんでええねん、はい、と言っていたっていう、はい、溺れる人に向かってライフセーバー、はい、まずは自分でやってみると言ってるようなもんだという見事な例えも用いているという書かれてますけど、まあ、確かにこれが現代のケアっていうものの代表する言葉かもしれない。まあ、例えば今までって ある意味ケアの部分全部女性に押し付けるから成立してた共助だったはず、公助だったはずなんですよね。でだからそこの部分が欠けたらそれは変えなきゃいけないんですよ。でもなんかその時になんか欠けたからみんなで頑張ってねっていうのはやっぱなんか責任放棄にはなってしまうので、だからその共助、新たななんか時代に応じた共助のあり方を考えていくしかないですよね。だから今までは多分なんか自助、共助、公助とかあんまはっきり言わなくてうまくいったのはなんか無償労働を、まあ、女性がやってくれるというなんか甘い前提と、はい、多大な犠牲があったと。なるほど。でその上で出てた共助なんですよね、はいはい、でその状態で、まあ、それはなんか自助が自助的なものをやってたのをかけたら、まあ、回らなくなってくると、うん、そうですね。だからどんな共助がいいんでしょうねこれから。難しいですよね、はい。まあ、ただ一つ誰かだけは落ち着けてもいけないし、ただそういったものの意識をやっぱ高めていくしかないと思うんですよね。うん、うん、そうですね。ただまあ難しいね、はい、だからケアの難しさですよね。だからケアって誰でもできるよねとか、なんかこれってなんかそんな大事じゃないよね的なことに対してのアンチテーゼの本ですよ、うん、だってケアって大変ですよ。大変ですよ。そう、赤ちゃんっていつ泣くかわからないし、高齢者とかも急に容体が急変することもあるし、うん、特にそうですね、入院中の患者さんとかですと、まあ、急に本当に対応が遅くてみたいなことも結構あったりしますと、はいはい、だからこそ、まあ、こういう資本主義の時代ってどちらかというと自分のこと自分でやりましょうねと、うん、はい、で弱い部分については自分の家で何とかしてねっていうのがやっぱり近代の始まりですよね、うん、だから自分の家に入ってこない権利っていうのがあった上で、その上でなんか公的生活を営むっていうのが元々の、まあ、近代社会の始まりであり資本主義社会の始まりだったと、はい、ただその家の中での多大な犠牲を片方のせいが担っていると、まあ、そういった状態っていうのはアンフェアだし、まあ、これって実はまあ、お互いに問題が起きていると、はい、だからこそそこの部分に本来は家の中に入ってこないでくださいという自由だったところが、まあ、国家の介入であるとか NPO とか教会とかそういうものの介入が必要になってきていると、はいはい、っていうところになってきている中で、はい、じゃあ今までの自由の概念とケア、そして比喩的に言ってしまうと男性的なものと女性的なもの、はい、それの融合を図らないとうまくいかないと。だからといって両性具有みたいなものというのってやっぱ文学作品ぐらいでしかやっぱりなんかまあ、リアリティのある感じで描きにくいと、うん、ってことはやっぱケアってなんかそんな楽なものでもないし、本当になんかちゃんとあり方を考えていかないとどっかで破綻するんじゃないのという、うん、まあ、破綻してるんですけどね。はい、やはり、まあ、作者の問題意識としては文学の研究領域においてケアってものは実は全然考慮されてなかったっていうところから始まってるわけなんですかね。なるほど。というふうに、まあ、序章の方に書かれてますけども、はい、まあ、そういう視点でもって新たにいろいろ読み解いていくことによって浮かび上がるものは何かっていうのをずっと考察してるっていうのは今回の本のこの本なんです、うんうんうん、まあ、だからこそやっぱりそこによって、まあ、最後の188ページ、はい、まあ、異なる人種文化健康という背景を持つ他者の存在を尊重し彼の主観的に関係性を築くことではないだろうか、ここで取り上げた僕の先にいずれもその価値の重みというものを教えてくれる、うん、私もちょっと今文章あれだ、真にグローバルであるということが単に他国との攻撃によって経済的に潤うということではないとすれば、それは単なる人種文化言語という背景を持つ他者の存在を尊重し彼の主観的に関係を築くことではないのか、
ポテトレゲットが全部その価値観のみを、教えてくれる、うん、だから本当にやっぱり人間というものの尊厳というものをどういうふうに考えるかっていうのを考慮する上ではここであの取り上げられている作品いっぱいありますけど、まあ、バージンエルフとか、まあ、エリオットとか、まあ、ジェイアの、ブロンテしまいましたね、まあ、ヒロン・ケイチローさんの一連の作品、そういったところからやっぱりケアっていうものをよりどころとしてもう一回読み直してくると、また登場人物たちがいかに伝えケアっていうものを、あるいはネガティブケーパビリティってものを、うんうん、あの意識した人物であるかっていう視点が得られる。これは従来の文学作品の解釈とまた違った観点から読み直すってことにもなる、そういう本ではあるわけなんですね。なるほど。どちらかというと文学の主人公って、まあ、マッチョな主体であるとか、はいはい、まあ、あのすごい典型的 な, あのなんか、ストーリーというか神話的に言うと、はい、まあ、勇者がいて姫がいるみたいな、はい、で姫を助け出すみたいな、あるいはあのシンデレラがいて自分の本当の価値に気づいて王子様とも認められると。でこれってある意味強い主体なんですよ、どっちも。でもあの弱い主体っていうのは実は今まで物語ってあんま描かれてこなかったかもしれないな。弱い主体が、まあ、ケアという観点から実はあの読解されてこなかった、うんうん、確かにあるよ、ね、まあ、過小評価されてたって、はい、あるかもしれない。なんか強者の物語ですよね、はいはいはい、でもそうじゃなくてケア、まあ、だってみんな子供の頃でケアされてるわけなのに、はいはい、そういったところの物語で例えばケアというものについては意外と描かれてきてないっていうの、まあ、むしろ急に批判の対象になってたっていうか、弱者だからもっと精神的に自立しないとダメだろうみたいな、うん、そういう風な変な批判があった、うん、でもそうじゃないんだよっていうのが、まあ、それがあれ、もっとケアって観点からもっとそこを注目すべきじゃないかっていうのが、作者の言いたいところだったでしょうかね。ありがとうございます。やっぱ文学詳しい。違いますね。いやいや、そんなことないです。はい、ただまあここの本読むと、あ、なんかいろいろ読まなきゃなっていう。あ、それはありますね。はい、あとあの作品の読解可能性を深めてくれるっていうのがありますよね。はい、私も乏しいながらも三島由紀夫を読んでたりもしますので、その中で金閣寺の話も出てきておりました。美しい星って。美しい星。三島由紀夫でこれ言及する人あんまりいないですけどね。まあ、まあ、映画になりましたね。あ、そうなんですね。はい、まあ、三島が SF を書いたらこういう作品になる。はいはい。三島関塚の SF 作品。そうですよね。だから異色なんであんまり言及されないんで、私あのその本、この本であの三島の美しい星っていうのがあるんだなって知ったんですけど、あれ、ある日突然、ね、一家全員が実は太陽系の木星だったり火星だったり金星だったり、自分があの地球人じゃないってことを突然目覚めるっていう話。埼玉県飯能市に住んでる一家がそういうことに目覚めると、る、はい、で地球を守るために頑張っていくという物語。三島由紀夫っぽくないですよね。なんか一個一個聞いてみると。やっぱり、ね、あれはやっぱり三島でしか書けないです、ね。ああ、そうなんですね。ちょっと読まなきゃなっていう。で、そこのそう宇宙人的なものとを描き出すことによって、じゃあ日本における家父長制的なものであるとか、あるいは女性的なるもの、男性的なるものを描き出しての美しい星へという作品だということが書かれていたのは事実。だからこそ、ちょっといろんな世界を読むということでですね、自分の内面世界を広めていき、それによって、うん、まあ、本読むとか文学読むので他者理解を深めることにつながります。そうですね、まさにそこだと思うんですよ。だからやっぱり他者に対する想像力、うん、弱者に対する配慮とかそういうものをあの寛容していくっていうのは、やはり小説を通してによってよりあのそういう感性を磨かれる。だからこそやっぱり文学に関していろいろ研究してるっていうのは、そういう意思が実はあるんじゃないかなというふうに思いますね。うん、というところで文学理論からケアを読み解こうというのがこのケアの倫理とエンパワーメントでございました。まあ、これ誰にお勧めすればいいのかな。まあ、文学が好きな人ってもありますよ。やはりあのケアとかね、まあ、倫理学を学んでる人にとっても非常に有益だと思います。うんうん、これただあのフェミニズム的な文脈で言うとちょっとなんか違う研究なんですよね。これあの読んでて不思議だったんですけど、なんか私はフェミニズム的なものだと思ったんですよ。だから何かというと、まあ、女性の解放みたいな。ただ女性の解放を言いすぎるあまり、じゃあケア誰がやるのっていうところについては、実はあんまり研究されてこなかったところがあるのかもしれないなっていう。まあ、だからこそやっぱりあの作者の問題意識っていうのはやっぱそういうところだと思う。だからこそ、まあ、あの男性も女性もやるべきだというモチーフとして両性具有的なものだから、まあ、ある意味それも両性具有的なものといっても、別にあの正式な夫婦じゃなくてもそれは成立するということで、108歳のおじいちゃんとなんかちっちゃいあのひ孫
みたいな関係性が出てくる小説もここには紹介されてますけれども、あ、そうですよね。あるいは女性同士のなんか関わりとか、あるいは途中で性が変わる物語とかもなんか出てきたりしますけれども、だから今までのだからの夫婦がいてみたいな形とか、あるいは近代的な家族観とはまた違う家族の中でのケアの成立可能性についても、うん、まあ、言及していると。ただどちらにしてもやっぱケアって大変だよねっていう、はい、っていうのはやっぱ結論、そこに帰着しちゃうわけ、はい、ええ、ケア大変だからこそ、ね、なんか誰かに任せてなんとかなればいいってものではないし、なんか自助でなんとかしましょうってものでもないよと。だからこそやっぱ他者に対する想像力ってものを、はい、もっと磨かないといけない、まあ、そのためにやっぱ文学を読まないといけないってことになるんです。そうですね、はい、というところで、はい、ケアの倫理とエンパワーメントでございました、はい、こういった本の紹介定期的にやっておりますので、もっと見たいという方はいいねボタンやチャンネル登録ボタン、また概要欄から LINE 登録メルマガ登録もできますのでお気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして大変にありがとうございました、はい。